こんにちは。こんにちは。どうも。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくします。どうですか、お疲れ様。まあ、前よりはいいんじゃないかなと思うんですけどね。あといろいろとあれから気をつけてはいると思うんですけど。はい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 。ちょっとその辺を今日見てもらおうかなと。はい。ちょっと背中の硬さとか。わかりました。はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれはね、本当に晴天の霹靂でしたね。本当そのことはぴったりですよ。1個もなんか、これはそうかしょうがないなみたいのが分からなくて、この視聴者さんも声なんですかねとか、だってもっと叩かれてる人いると思うんですけどね。そうなんですよね。まあ、施術中のなんか、はい、あーみたいな声とかが卑猥に取られたのかみたいな。でも、いや俺なんかもう卑猥な塊じゃないですか。でもそうだから男性でもなることは なることもあったし、あでも割と申請出せば通ってたので、だから、まあ、見て、まあ、納得してくれてるっていう認識だったんですよね。何をもって大丈夫とするかが本当にわからない。だってなんか一旦緑に変わったんだったら手を加えない限りはその緑が継続すると思うじゃないですか。そうですね。でも今日黄色に変わることもあったり、また新基準ですかね。黄色だったものが緑になったり、年齢制限ついたものまで緑に変わったりしましたからね。本当にもうなんかもう何がなんだかっていう、いろいろありますね。なんかあれですかね、もう気分なのか担当が違うのか何なのか、ね、あでもそうですね、多分まあ管理し、まあ、基本的にはまずもうプログラムですよね。多分なんかね、1日に4万日分の投稿があるとかなんか、なんか時間的に言うと、ね、うん、まあとりあえず、まあ、ものすごい数のね、毎日再生が投稿があるので、まあね、その時点で。多分 AI の そのバージョンが変わるたんびに、あ、そういうのもあるかもしれない。確かに。出るじゃないですか。そうかもしれないですね。その、いろいろ、あ、これじゃまだ足りないなとか、バージョンアップしますか、ね、いや、これやりすぎてたなとか、そうかもしれない。それで、基準が変わるから、その時にまた緑になったり黄色になったりっていう変化が、あ、そういうことか。なんだこれと思ってたんですよね。ね、アンドロイドとかもスマホもたまにバージョンアップしますもんね。確かに、うん、もうね、確かに自動ですよね。自動で、で気がつけば、うん、なんだこれはみたいな。全然、あ、確かになんか配置が変わったりとかね、することありますね。だからそれでなんかその初期不良みたいな、戸惑ったりとかね、確かにありますね。にしてもひどいですね。もう私はびっくりしました。でもコメントも書いてくださってたんですけど、なんかね、ポリトリの方もなんか同じようなことになってたらしいので、はい、あの方も別に全然肌の露出とかほぼないように記憶してるんですけど、全部見たわけじゃないですけど、まあでもそんな感じみたいなので、まあ、多いのかなと思って、この業界というか、もうこの系統な時点で順番子じゃないですけど、なんすか、ある程度見せしめなのか、何の見せしめ、まあ、あるかもしれない、わかんないけど、いや、でも AI だからやっぱりバージョンアップの、まあ多分本当、実際のところそんな感じなのかもしれないですね。見極めがまだ多分うまくできなくて、そうですね。やっぱり一日でたくさんこう見られるようにとか、そうですね、巡回バーっとしてるから、まあ、ご動作っていうか、ご心もあるって感じですかね。今日もやっぱ歪みがありますね。はい。でも前回よりはこうあれですね、やっぱり押せる感じですね。ああ、よかった。気をつけてますもん。よかった。やっぱりちょっと休んだりとか前よりできてますかね。ああ、休んでます。全然やっぱ寝れてると違いますよね。そうですね。いやでも実際、いやよくやってる方だと思いますよ。元気な方だと思いますよ。私多分哲也さんの年の時でそんな渋谷行ってゴミ拾いできないと思う。いやでも本当に渋谷にはねお世話になってるんでね、もうフリーマッサージ含めてよく、あんなねえ
ってるなと思えばやっぱり、ね、やっぱ感謝の気持ちですよみたいな。そういうあれですね、こう、ね、誰かに言われてやるんじゃなくてっていう人が増えるといいですね。いや本当に元々捨てない人が増えてくれるといいですね。いや本当そう思います。ゴミを捨てる、ちょっと道に捨てるって意味わかんないですけどね。だからやっぱりその土地に愛着がない人たちが、だから、うん、ああ確かに、うん、いや本当にもうなんかそんな感じじゃないかなって。そういう人ってあれなんですかね、家の中とかでももうぐちゃっとなっちゃうんですかね、うん、それはまた別ですよね多分。うん、かもしれないし、うん、まあまあいろんな人がいるか。いや、そうなんですよ。ただ本当に許せないのが、うんうん、あの飲み気なくてそのまま置いていくっていう。ああ難しいですよね。捨てるに捨てにくいですよね。そうっていうか、あの、うん、そんなでかいの買うなよって俺は思う。ああそんなのと乾いてないんだったら。そう、あのお茶のペットボトル 1.1 リットルかな、1リットルのやつとかあって、なんか頭の方しか空いてないやつとかありましたから。それをなんか置いてあって、なんなんだよみたいな。あとタピオカのあれね、私だからタピオカが悪いわけじゃないけど、タピオカのイメージそれで悪くなってる部分ありますよね。あの飲み残しすごい多いみたいですよね。でタピオカだけなんか残ってたりとか、あ頼むなよって思いますね。だったら普通のミルクティー飲む。そうですよね。インスタ映えだかインスタ映えだけかお前はみたいな。でまたバカでかいの売ってるんですよ、タピオカのやつ。あ、そうなんだ。なんだろう、ついある大きいのあるから大きいの買ってみようみたいな気持ちなのかな。で途中でやっぱり味が濃いから、あ飽きちゃうんですよね。飽きて置いてっちゃったりとか。あね、か私食べ物残すの嫌ですね。いや本当ね、なんかね信じられないですよね。なんかだって すごい量あるっていうじゃないですか。はい。もう排気が、排気がもう本当に、はい、あれ最初から制限したらいいんですよね。もうおかわり式にした方がいいですよね。いや本当そうなんですよ。いきなり大きいの出しちゃったらダメですよ、残すもん。でもやっぱり見栄えとか絶対そういうことだから。もうでもだからそういう意味ではインスタもやめていい。やってますけど私インスタ、ね、結局パフォーマンスですからね、その広告っていうか。もったいないですよね、食べ物、飲み物も。そんだけ日本が今平和だってことですね。ねえ、うん、でもそう、これだけ食糧難とかね、いろいろこう有害なね、もうそのゴミ問題ってあるじゃないですか。あと日本の自給率、うん、あ、ね、めちゃめちゃ低いんですよね。よそから取り寄せて捨てるって意味わかんないですよね。そうなんですよ。いや申し訳ない。本当やだ、ね、私はあの残さないです。いやいや、本当人のでも食べるぐらいですからね。いや本当本当残すぐらいなら私もらうわっていう、ね、あとそもそもの、あの食い気になるものは買わないです、うん、いやそうですよね、うん、もう買ったなら食べるし。そうですね。基本的にはやっぱり物をもったいないことはしたくないですね。ただそれがみんな分かってないんですよ、あのやっぱりもう儲けばっかりで。あしょうがない、本当に足がちょっとむくんでますね。あ、それね、やっぱり昨日ああ、立ち仕事っていうか、あのもう、うん、2日連チャンがのゴミ拾いしてたんで。あ、連チャンだったんですか。はい、昨日と土日行って、土日で。あら、でも、あの終電で帰りました。うん、え、何時から行ってたんですか。初日は5時からで、すごで昨日は7時半からですから、うんうん、なんかやっぱり2018年去年のイメージがあったんで、はいはいはい、あこれは早めに行こうと思ったらもう全然で、うんうん、そのなんかまあ9時ぐらいからですかね、盛り上がるとちょっと盛り上がってして終電にはパーッと引けるような感じだったんで。で渋谷のライブカメラあるじゃないですか、はいはいはい、YouTube で、はいはい、あれ見るともう真っ暗でしたからね。あ交差点とか、あのドン・キホーテの前とか、うん、人がほとんどいなくて、うん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 、そうだ、いいです。まああるあるですね、うん、そしたら今度は大丈夫ですね慣
れてないとね、ちょっといろいろと。いやでもね、今スマホの方が全然綺麗に撮れますね。いや本当です、本当です。明るいんですよ。そう、本当、そう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 。そうなんですよ、明るいんですよ、全然って明るいし、結構画角も広く撮れたりとか。そうなん、そうなんです。そうなんですよ、びっくりしました。だから近場ではもうスマホが最強ですよね。うん、でピンボケも少ないし。少ない、あの優秀っすね、本当優秀です。ちょっと前の携帯とか、ちょっと前のビデオカメラなんかは比較にならないですね。ない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 。高いビデオカメラより良かったりするんじゃないかと思っちゃう。いや本当に、うん、機能もね、いろいろありますしね。で思ったよりデータもなんかスムーズに多い、多いしっかり入りますね。まあその多いの選べばなるかもしれないけど、そうそうそう、割とちょっと多めの選んだので大丈夫ですね。取り出しもすぐできますしね。あのあとこうちゃんと Google フォトとかに連携してくれるから、そうです、ね、保存の心配もないじゃないですか。う、うん、メモリーカードがとかそういうのあると結構ね、あーってなりますから。そうそうそう、あ SD カードはみたいになっちゃうといっぱいだとか言ってどれを消そうとか大変ですからね。そうなんです、すごい優秀なんですよ。優秀っすいやもうよかったっす。なんかあのいろんな変なあの、うん、ね、重たいもの持たなくても。ああ確かに、もういろいろ網羅してくれてますからね。そうで、広角だって取れちゃう。ね、うん、そうなんですよ、広角いけるんですよ。なんかレンズが3つあるから。すごいですよ、うん、なんかいい時代になったとか、このこういうところでは思いますね。ね、本当に、うん、ああ、今日哲也さんあんま痛がんないですもんね。はい、やっぱり押しやすいお体になってます。はい、うん、いやもう本当に前ひどかったからね。本当にもういやだってもう明らかハードワークで疲労困憊でしたもんね。ちょっとおかしくなってましたもんね。うん、白髪になってましたもんね。あそうだ、今日匂いもないですもん。あ本当ですか、よかった、うん、やっぱりいろいろね、本当にあの気をつけました、うん、そう、あーで足疲れてるな。この辺はね、そうですね、まあ、しょうがない、これはもう、まあ、それはね、まあ、理由分かってますからね、やっぱ食べ物と、うん、まあ、寝ることと、うん、あーね、あともう本当なんか時間の使い方ですね。やっぱ休む時間っていうか、しっかりね、オンオフオンオフを、そうですね、気をつけた。食べ物でできてるし、そうね、体はね。ね、あとのライブ放送をもう極力もうやらないように、まあ、うん、ああ、やったと思いますよ。だってかなりなこう緊張状態っていうか、そうなんです、あるじゃないですか。見られてるとか残ると思うと、そうあると思いますよ。だって編集できないですからね、ライブは。そうなんですよ。だからもうやめました。17ライブっていうのをやってたんですけど、あれ毎日だから2時間やってたんですけど、だそれもやめてからはもう、うん、だんだん少しずつあの気持ちの方が楽になったでしょう。そうだと思いますよ、絶対。やっぱあの気持ちがやみますね。やみますよ、だってなんか、まあ哲也さんとかそんなにいらっしゃらないかもしれないですけど、やっぱ中にはちょっと心ないコメントとかもライブやってたりするとあるんじゃないですか。あとなんかあの家までいて、うんうんうん、人と関わるっていうのが、話しなきゃいけないっていうのが、どうなるか。もう時間がないですもんね、自分の時間っていうか。そうなんですよ。あ、もうなんかそれがもう疲れちゃって。いや、超疲れると思います。ね、で、まあ、やればやってる途中っていうのは、結局何もできないんですよ、他のことが。そうですね。ね、ということは、その分、寝る時間にも影響するし。削られますもんね。結局そこで、やれなかったことを他の時間に当てなきゃいけないですからね。そうなんです。だからもうなんか、うん、やめようと。やめた方がいい、それは、ね、まあね、うん、ありがとうございました。またお疲れ様でした。来月よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。哲也さん
さんのチャンネルをやっております。ダンサースラティックの哲也で元気な体でどんどんやっていきますの で、ね、よろしくお願いします。安心してフリーマッサージも受けに行ってください。渋谷でね、はい、やってますね。やってるんですよね。よろしくお願いします。はい、よかったら見てください。では See you。 See you。 あ、グッドボタンとお気に入りましたらチャンネル登録かグッドボタンお願いします。お願いします。 See you。 See you。